低気圧から伸びる寒冷前線が北陸地方を通過している影響で、今日の県内は朝から雨と風が強まり、春の嵐となりました。県内は朝から風が強まり、最大瞬間風速は金沢市で 23.9 メートル、小松市で 21.5 メートルを観測しました。強風の影響で JR 北陸本線は金沢小松間で普通列車4本が運休となったほか、特急サンダーバードは3本が運休し、終日迂回運転となっています。また金沢市では今朝、今年最高となる 22.1 度を観測しました。しかし日中はどんどん気温が下がり、午後4時現在の気温は金沢市で 3.2 度、輪島市で 4.7 度と寒暖差が激しい1日となりました。明日にかけて天気は回復するものの、気温はあまり上がらない見込みです。